羽生結弦選手の今季の競技は終了し、アイスショーへの出演を心待ちにしているファンは少なからず多いはず。この時期になるとフィギュアスケートの話題は来季への期待からか次なるスター登場の話題ばかりが飛び交っている。確かに女子フィギュア界は有沙理由選手などの新星の登場で、女子も4回転時代と到来とニュースでも伝えられており、話題も豊富である。日本の女子選手にとってもこの厳しい状況は紀平梨花や坂本花織にも大きな課題であり、さらなるステップアップが待ち構えているのであろう。しかし女子の世界でもジャンプばかり注目され、フィギュア本来の芸術性については置き去り感があり、とても寂しい気持ちになってきている。もうアクロバット的なジャンプしか本当に評価されないのか、そんなことさえも思ってしまうぐらいで、フィギュアスケートの本質は忘れ去られるのだろうか。しかしながらこんなフィギュア界でもその輝きを失うことなく、多くの人に感動を与え続けているのがこの羽生結弦選手そのものではないのだろうか。単にジャンプするのでなく、あくまでも演技の中であり、それが必要な表現方法の一つだからこそ、羽生結弦選手の演技は見る者の心に突き刺さるのではないのだろうか。ジャンプ一辺倒になる今日、芸術としてのフィギュアスケートの一面をファンだけでなく、特に主催者側は採点方式も再考してもらいたいものである。でなければ女子の世界が典型で、身体が小さくて軽い時代にしか高度な技とされる高回転ジャンプは不可能ではないのだろうか。そしてどんどん若年化し、そのことは成長期の選手にとっては大きな負担であり、選手寿命にも関わってくるのではないのだろうか。素人目にもなんだか痛々しくて、フィギュアスケートの華麗な滑りを満喫するってこれからは難しくなっていくのではと危惧している。こんなフィギュアスケート界だが、羽生結弦選手の輝きは多くのファンに希望と勇気を届けてくれるというニュースを目にすることができた。羽生結弦選手のお膝元仙台市では、観光ガイドブックに羽生結弦選手の聖地として羽生結弦選手にゆかりの場所を紹介しているとか。そしてその観光ガイドも6月下旬から仙台市内で無料配布予定とのことで、実際に報道されている話題が届いていた。ではどうぞ。今回はすでに話題になっている仙台市の新観光ガイドブック、羽生結弦選手ゆかりの場所の情報が載っています。羽生選手ファンにとっての聖地を巡ってきました。羽生結弦選手の等身大パネルと記念撮影ができるのは JR 仙台駅の仙台市観光情報センターです。羽生選手のファンが訪れてみたいと感じるような観光スポットを掲載した仙台市の新観光ガイドブック仙台めぐり、この3月に完成しました。仙台市出身の羽生選手がリンクの上とはまた違った表情で故郷仙台の伝統文化などを語る特集記事など、観光情報が42ページにわたって紹介されています。仙台市では10万部を作成し、6月下旬から仙台市内で無料配布する予定です。中でも注目は羽生選手ゆかりの地をめぐる観光モデルコース。ここで紹介されているのが仙台市青葉区の定義如来聖宝寺。羽生選手は子供の頃からここをよく家族で訪れていたそうです。縁結びの御利益があることでも知られ、年間約100万人の参拝客が訪れます。その参道には寺田アナウンサー。参拝された方がよく立ち寄られるのがこちらの豆腐店。ここも羽生選手ゆかりの地なんです。明治23年1890年創業の老舗定義豆腐店。名物は揚げたて熱々の分厚い三角定義油揚げ。平日でも1日8000枚ほど売れる人気の名物です。寺田アナウンサー、なんで三角なんですか？定義豆腐店菅沢文子さん。昔は四角だったが、高対角線上に切ると1枚でも多く揚げられる昔の知恵だったと聞いている。羽生選手はここを何度も訪れているといいます。定義豆腐店菅沢文子さん。
羽生さんのサインはね、あ、この上、2番目、2011年8月11日。小学生かな、その頃からおいでになって。寺田アナウンサー。どんな印象？定規豆腐店、菅沢文子さん。可愛かったですよ。おかっぱで、細身でね。9、どんな様子で食べていた？揚げたてを美味しそうに食べてましたよ。嬉しいですね。寺田アナウンサー。醤油をかけて、お店の方おすすめの七味ニンニクもかけました。噛み締めるたびに甘みが出てきますね。一方、こちらは仙台市太白区の温泉地、秋保温泉にも近い秋保神社。勝負の神様として知られています。秋保神社では、2014年のソチオリンピック前、羽生選手のもとに勝負のお守り、勝盛を送ったそうです。秋保神社副総代長、太田信夫さん。神社でもそこまでは期待していなかったが、その後、羽生結弦選手がお礼参りに来てくださった。その時に羽生選手が描いた絵馬も飾られています。秋保神社副総代長、太田信夫さん。これからも一生懸命に何事にも打ち込めますようにと。仙台市内には羽生選手の功績を称える2つのモニュメントも設置されていて、すでに聖地となっています。羽生選手が愛する仙台、ガイドブック片手に巡ってみてはいかがでしょうか。ネットの反応、ああ素晴らしい。地元にこんなに愛されているのは羽生の地元愛も大きいから。故郷を大切にするものは故郷からも大切にされる。羽生は故郷にも大変貢献しているね。羽生選手の素敵な写真付き仙台観光ガイドブックは、羽生結弦生誕の聖地、縁のある場所を巡るのにファンとしてはたまらない一冊ですね。羽生選手の絵馬がある神社、モニュメントの鑑賞、お店のサイン、うまいグルメ巡り、さらに温泉でゆっくりくつろいで、いろんなコースを考えるだけで楽しいね。仙台はいいですね。ファンとしてはぜひとも手に入れたいガイドブックですね。仙台は一度は行ってみたい場所です。仙台、ますます行きたくなりました。応援できて誇らしい気持ちです。羽生選手の才能や努力はもちろん、周りの方々が大切に関わってきた奇跡のような人だと思いました。演技だけではなく、感謝の気持ちを常に持ち、スケートにまっすぐ向き合う姿に惹かれます。さすが地元仙台。羽生さんの聖地がたくさんありそうですね。羽生さん観光に一役買ってるし、いろんな面で貢献度高い。前回の週末、仙台も手に入らなくて残念したんだけど、今回もかな。両方とも通販してくれないかな。仙台観光ガイドブック、お写真がまたすごくいいのだよね。また仙台に行かねば、1日乗車券もあるし、行きたい。ガイドブック欲しい。羽生選手の聖地も載っているのが素晴らしい。仙台巡り欲しいな。そして仙台巡りをしたい。どこで配布するのか。市内に住んでいても仙台日和市に入らなかった。仙台市民ならおなじみの場所だから、仙台から遠い方たちにこそ入手してみてもらいたいですね。譲りたい気持ちとやっぱり欲しい気持ちのせめぎ合いです。ガイドブックも欲しいし、仙台も行きたいけど遠方売れ、お金もないし行けないという現実、悲しい。秋保温泉いいですよ、おすすめです。6月と言わずに仙台でのファンタジーオンアイスでぜひ配布してほしいです。一泊して次の日は仙台巡る予定です。または転売防止のために有料でもいいので、 Amazon とかで売ってください。いつかガイドブック片手に羽生選手のゆかりの地を訪れてみたいです。多少有料でも構わないので、全国区に販売してくれないかな。6月下旬から配布、夏休みでも間に合うかな。このガイドブックはぜひ手に入れたいです。揚げたて熱々の分厚い三角十二油揚げ、厚揚げ美味しいですよね。これは
もう現地に行って食べるしかないな。6月1日羽生くんのアイスショーを見に仙台に1泊の予定。2日目はモニュメントとアイリンを行って市内観光します。仙台巡り観光ガイドブック配布には間に合わないけど欲しいな。お金いっぱい落としてね。すげえな羽生効果。今日はファンタジーオンアイス富山の一般発売かまどか殺せだろう。日程がどちらかでも1週間ずれていたら運を天に任せて必死にチケットを取ろうとしただろう。ゆずぼずぼクリムキンのロビー活動ご苦労様です。私は全箇所行ったことがあります。とても素晴らしかったです。また現地の方々のおもてなしに触れとても嬉しく、また行きたいと考えています。ですがゆずファンのマナーがあまりにひどくて言葉を失いました。例えば仙台駅のパネルで記念撮影しようとしたら、中年女性の集団がどーっと押し寄せ、順番を無視して割り込んできました。それを待っている間にも何人もの中年女性に割り込まれ、結局は遠くからゆずパネルをスマホで撮影することしかできませんでした。神社のゆずが描いた絵馬の時も同じでした。私たちは東京から来てるの、時間がないの的なことを言って、ゆずとは関係のない方々もおられたのに、自分たちが主役だ、ゆずファンなら許されるんだという感じでした。同じファンとして心が痛いですし、ゆずファンを代表して私が謝罪します。一部のゆずファンのひどいマナー、誠に申し訳ございません。一人で何部も持って行ってネットで売る人間が必ず出てくる。まずは手に入れねば。仙台行きたいです。モニュメントを見たり、五色沼やアイスリンク仙台に行ったり、政宗公に挨拶したり、名物の牛タンを食したり、笹釜をお土産に買ったり、行ったらやりたいことがいっぱい。ファンタジーオンアイスに合わせて大勢の人が訪れるでしょうし、また仙台が活気つきますね。このニュースで羽生結弦選手のことがこの地元でも大切に思われ、すでにレジェンドであるということは紛れもない事実であることは嬉しいことである。しかしコメントにもあったように、本当に気になるマナーで、これまでも言われ続けてきていることなのだが、怒ってほしくないことである。羽生結弦選手関係のグッズでもいろいろな問題が浮き彫りになったはずで、ゆずの心を傷つけ謝罪の言葉まで言わしめる結果になったはずなのだ。だからこそコメントにあるように、本当の羽生ファンならばゆずが悲しむようなことは決してしないでほしいと願っている。羽生結弦選手が憧れなら、その人が悲しみ心を痛めるように思いにさせるなんて、それはファンとしてはありえないと言えるのだから。その愚かな行為に気づき、そんな人が一人でも少なくなるように、これからも勝手な思いだが願いを込めてお届けしていきたいと願っている。羽生結弦選手を前面に出し、地元の活性化を願う気持ちも理解できるが、無料配布についても混乱が起こらない配慮を期待したいものである。本当に羽生結弦選手を真のレジェンドとしたいのなら、ファンもその心意気を持って彼の生き様を温かく見守り、声援を送ってほしいものである。今回も最後までご視聴いただき、心から感謝申し上げます。どこまで動画が残れるか分かりませんが、微弱ながらお届けさせていただきました。